はい、皆様お疲れ様です。シュチュワンです。今日はですね IBC アップデートということでブログの方がね更新されてましたので、見ていきたいと思います。はい、ですね、直近、ベガのアップデートっていうのがですね、迫っているということで、提案の方もですね通ったようでですね、いよいよアップグレードの方がね開始されるのかなといったところですね。予定としてはですね、12月の13だったかなと思うんですけども、そのあたりにね、予定されていると、いうことになってます。ちょっと確実ではないんですけどもね、その辺、でも近々かなというところですね。そのベガのアップグレードでですね、いろんなね、ことができるようになってくるということなんですが、このベガのアップグレードに対してですね、スナップショットということでね、アトムのね、デリゲートされている方には、報酬がね、エアドロップがね、与えられるといったことが、起こるんじゃないかということでね、今話題になってます。これを逃すではないということでね、デリゲートの方ね、するといった方がね、多いのかなと思いますし、今後がね、2月18日の IBC の、ローンチの時のような、チャンスかなというふうに思っております。今回ね IBC の、アップデートということで、内容の方が、書かれているわけですけども、今年の2021年の2月18日からね、ローンチということで IBC の方は動いてきているわけですけど、その当時はと1つか2つって言ったところでね、IBC 接続が少なかったです。で、この数ヶ月ね、8ヶ月ぐらいですかね、のうちに25のチェーンっていうのが正式に IBC にね、接続されたということで、乗っているわけですけどもね。わずか8ヶ月で25のチェーンがということになっております。ブロックチェーンのインターネットはということで、IBC のおかげで急速に成長していると。これまで580万件の大規模な IBC トランザクションが発生し、コスモスのディファイアプリケーションの間で大きな牽引力が見られましたと。オスモシス、シフチェーン、グラビティデックスプロトコルなどを含む分散型交換、DEX のエコシステムは急速に拡大していると、いうことですね。オスモシスを例にとるとということで、このコスモス DEX は6月の発売以来印象的なユーザーベースを獲得しているということで、流動性が4900万ドルから大幅に増加と、12月には1日あたりの取引量が7億3000万ドルを超えましたと、非常に大きなね取引量になってますね。オズモ、アトムがですね最も人気な流動性プールということでね、預けられてますということです。非常にねすごいなと思いますね。IBC で成功し、より多くのユーザーをコスモスに引き付ける全てのアプリケーションとプロトコルはエコシステムデータに利益をもたらし、コスモスのディファイを全ての人にとって魅力的で満足のいくやりがいのある体験にすると、いうことです。ここで、エミスについてですけど、それらが構築されているブロックチェーンに関係なくユーザーエクスペリエンスを公開から次のレベルに引き上げますと、いうことになってます。このねエミリスについてもですね、本ローンチっていうのがね控えているということかなと思います。グラビティデックスプロトコルと統合されているエミリスはブラウザー拡張ウォレット、トークンのクロスチェーンを管理する非常に直感的な方法及び他の多くのプロトコルとプロトコルやデックスとの統合をユーザーに提供しますと、いうことですね。IBC は、コスモスで構築されたブロックチェーンにとどまらないと、2022年に登場するビットコイン、イーサリアム、ポルカドット、セロなど他の多くの主要なエコシステムに接続し、ブロックチェーンのインターネットを流れる 大量の流動性を解き放つと、こういったことがで2020年起こってきそうだということになっています。エミリスに関してですけど、グラビティデックスね、ファーミングモジュールもね、今後ね、あるということで、要は今オズモシスではですね、APR ですかね、非常に流動性プールねパーセンテージ高いということになってますが、そこでね、預けることによってオズモがもらえるということになってきてますけど、
このグラビティデックスになってくるとですね、おそらくですけども、その流動性プールに、預けることによってですね、アトムがですね報酬としてねもらえるんじゃないかなというふうなね情報もありますということで、はい、非常に面白くなってくるんじゃないかなと。で、そこでアトムが欲しい方がね、ニグラビティデックスの方で、ユードステープル提供っていうのもね、してくるんじゃないかというふうにね、予想できます。はい。そういったこともね、起こってきそうですね。はい。そして、600億ドル以上の価値がある総合接続ネットワークということで、書いております。25チェーンにはすでに600億ドルを超える時価総額があると。はい、アトム、USDT、オズモ、ルナ、クロ、SCRT ね、などがありますということでね、非常に、面白くなってきております。4月に、コスモスハブとアイリスネット間の最初の取引を開始して以来、現在30日間で170万を超える IBC 転送を、頻繁に登録していると。はい。非常にね、どんどんつながってきて、転送量も増えてきているということで、活発化してきていますということですね。はい。これによってですね、IBC に接続された者同士はですね、それぞれの独自の機能とかユースケース、価値をブロックチェーンのインターネットにもたらすと、はい、いうことで、いろんな機能をね、つながっている、いろんなね、プロジェクトが、使用できるような、ね、形かなと思います。はい、IBC を使用した外部ブロックチェーンへの接続ということで載っております。はい、これもねすごい期待されていることになってくるんですが、ノミックはビットコインの架け橋を築いているということで、ノミックビットコインブリッジは IBC を介して送信および宇宙全体コスモス全体で使用することができると。BTC 引き換えで NBTC トークンを作成しますと。このブリッジはビットコインの新しいタップロート機能を利用し、強力な安全性を保証しますと。ね。こういった内容のこととかですね。はい。あと、アクセラーですかね。アクセラーについては、ビットコインに接続していますよということでね、載っているわけですけど、アクセラーネットワークはすべてブロックチェーン生態系間のクロスチェーンのね、相互寄せを可能にする分散型ネットワークということです。最近もねすごい話題になっているんですけど、IBC を含むアクセラネットワークでサポートされているプロトコルのスイートはコスモス、イーサリアム、プロカドット、アバランチ、ファントムおよびその他のチェーンとの統合をサポートしていると。はい、非常にねアクセラの方も活発化していますね。はい、先日クリプトシソさんと、はい、アクセラのね共同創設者である、セネガルさんでしたかねが、YouTube の方でいろいろ語られていました。はい、はい、優秀な方ですね。非常に優秀な方がですね、はい、非常に力を入れているということで、はい、今後もですねアクセラ面白くなってくるんじゃないかなと思っております。はい、コスモスをポルカドット特様に接続するということもね書かれていますね。はい、2つの巨大なエコシステムの総合運用を可能にする堅牢な IBC ソリューションに取り組んでいると、いくつかの主要なチームがありますということでね、はい、書かれています。 IBC を、サブストレートに統合するためのサポートはすでに活発に開発されており、コスモスのコアコントリビューターであるインフォーマルシステムのチームが IBC-RS での、ルストの STD サポートなどの主要なこのコードベースリファクタリングに取り組んでいると。インフォーマルシステムズはですね、チェーン間のとかいろいろね、セキュリティの監査とかね行っていたりとかしてます。で、コスモスのね、最初の創業者であるイーサン・ブッフマンさんもねこのインフォーマルシステムの代表ということになっていると思いますし、はい、非常にねしっかりしたところが監査しているということになってきますね。オクトパスネットワークはということで書かれておりますが、はい、
サブストレードの IBC サポートの実装にも熱心に取り組んでおり、コスモスチェーンからサブストレートチェーンへの1日の転送を可能にするためにリレーロジックにいくつかの進歩がありましたと、はい、いうねことも書いてます。はい、すべてのねコスモスチェーンが草間および、ポルカドットと通信できるようになりますということでね、非常にね興味深い内容となってますね。まあ、今後もねこういったことが、普通にね行えていくと思いますので、はい、まあ、現時点の、まあ、コスモスというものはですねまだね、これからだということが、まあ 見えるかなと思います。まあ、セルとコスモス間の総合運用性の実現とか、そういったことをね、はい、セルファウンデーションはインターチェーンファウンデーションと連携ということで、RBC テクノロジーを利用してコスモスハブとセロの間に、橋を架けるために、チュロス1に助成金ね、授与しましたというふうにありますね。このブリッジはコスモスとセロのエコシステム間の総合運用性を拡大し、ユーザー資金価格が価値が、より自由に流れるようにしますと。はい、まあ、グローバルな包括的な代替金融システムを実現するもう一つの重要なステップですと書かれていますね。まあ、セロに関しても非常にね大きな、プロジェクトですので、はい、まあ、こういった架け橋ということもね、起こってくると。はい、ハイパーレッチャーとのエンタープライズ総合運用性の推進ということで、まあ、データチェーンさんですね、日本の会社ですねが、企業向けのブロックチェーン総合運用性を開発するさまざまなソリューションに取り組んでいるということで、ハイパーレッチャーベースをはじめさまざまな EVM 互換ブロックチェーン間の総合運用性を可能にする IBC モジュールを、ソリディティで、リリースしていますということでね、まあ、このソリディティっていうね、まあ、言語ですけども、まあ、非常にね、このソリディティというものがですね、使われているケースが、多いのでね、まあ、一つポイントだと思います。このソリューションにより、ハイパーレッチャーベースで、構築されたトークン、NFT 及び現地通貨がハイパーレッチャーファブリックなどの様々なブロックチェーンと通信できるようになりますということでね、はい、取り組まれていますね。まあ、最近ね、非常に、まあ、データチェーンさん、ICF、インターチェーンファウンデーションからも助成金をね、得ていて、非常にね活発化してきているということですね。まあ、日本で初ですね、助成金もらったのはこのデータチェーンさん初めてです。はい、まあ、最近は JCB さんとのコラボとかね、まあ、いろんなコラボがあってですね、非常にはい、話題がね多くなってきたなという印象ですね。はい、まあ、データチェーンは最近、まあ、コスモスとハーモニーの間に橋を架けるためにハーモニーブロックチェーンコミュニティに満場一致で承認された提案を提出したと。はい、ハーモニーのメインネットは2秒のトランザクションファイナリティと1000分の1の手数料でイーサリアムアプリケーションを実行し、イーサリアムや他のチェーンへの安全なブリッジを提供と。この IBC 対応ブリッジを開発するためにデータチェーンは ICS の20を使用したトークン転送を開発。ハーモニーの HRC の20トークンはテンダーミントベースの元上では ICS の20として処理されますと。はい、はい、まあ、このようなね取り組みを行っていますということです。はい、コスモスハブはチェーン間 IBC ルーターになるということで、提案56のおかげで、まあ、IBC ルーターが間もなくということで、はい、書かれてますね。これはブロックチェーンのインターネットの継続的な成長と効率化における基本的なステップと。ハブはチェーン間ルーターになりますということで、つまり IBC ギャングに参加する新しいゾーンはエコシステム内の増え続けるチェーンに接続するために各カウンターパーティーチェーンのアーカイブノードやリレーなどの大量のインフラストラクチャーを維持する必要がなくなりますと、はい、いうことが書かれています。 ICS20 転送のパケットルーティングを可能にする新機能がハブ上の IBC に追加されると、ストレージラブベンチャーズは、ハブが IBC ルーターの役割を果たすことを可能にする IBC ミドルウェアモジュールを提供と、はい、まあ、いったことが、行われています。はい、まあ、それから、25のチェーンがすでに接続されており、センターの、コスモスハブが重要なチェーン間サービスを提供しているため IBC はその目標を達成し始めていると。ビットコイン、ポルカドット、セロ、ハーモニーおよびその他の反映しているエコシステムに接続するとコスモスディファイン有用性と範囲が大幅に拡大し、コスモスエコシステムに流入する深い流動性が解き放たれ、ディファイセクター全体の成長に役立つと。
はい、今後のね IBC の、まあ接続されるね数もねどんどん増えてくると思うので、はい、いろんなねインセンティブが発生していけば、非常にねポイントが、利点が高くなっていくんじゃないかなと、思います。はい、最近ではですね、ZEC が、POW、コスモスに移動しているということでね、まあ、移行しているというその、ね、動きがね、本当に身近でもありますということですね。はい、まあ、こういった動きです。はい、アクセラーに関してもこんなような感じで載ってましたね。はい、ビタリックさん、イーサリアムのね共同創設者である、ビタリック・ブテニーさんがですね、まあ、あのエンドゲームというね、題でですね、まあ、あの書かれていて、その中でですねコスモスに関して、まあ言及しているところがあったということでね、まあ、そのイーサリアムの未来ね、まあ、コスモスのマルチチェーンだということで、ね言われているということでね、そのコスモスの構想っていうのがやっぱり、非常にね面白いというか、ポイントだなと思います。はい、まあ、このような形でね、はい、まあすごいね方々がね、言及しているということになっていきます。はい、まあ要するにねコスモスは何年も前からですね、はい、まあこのブロックチェーン、新しいね技術のこのブロックチェーンに対して、まあ、問題点っていうのをね、まあ、解決するというところで、まあ2015年あたりからですかね、非常に開発、そういったね構想で開発を行ってきたと、はい、いうことでね、まあ、今やっとですね、それがね実りつつあるのかなと思います。はい、ということでね、まあ、コスモス、今後の展開が本当に楽しみでね、2022年ね、まあ、飛躍するんじゃないかなというふうにね、予想されますね。はい、はい、まあ絶対はないですが、まあ、非常にね面白い、話がね飛び交ってますので、はい、もう楽しみしかないなと。でエアドロップっていうものもね非常に多くなってますし、まあ、アトム保有者、バリデーターデリゲーター実施している方も、含めてですね、まあ、非常にね利点が大きいなということです。はい、まあ、現時点でねそういう形ですので、まあ、2022年ね本当にね期待して、まあ、ね動向を見ていきたいと思います。はい、ということで本日は以上となってます。ご視聴いただいてありがとうございました。それでは失礼いたします。